こんにちは、福井県越前市コワーキングスペースランプです。この度 CPA 会計学院さんと業務提携を結ぶこととなりました。何をしているところかと言いますと、もうその名の通り公認会計士を目指す方のスクールになります。メインでは東京、大阪、京都に実際の校舎があるんですけれど、最近では通信講座というのもやっているそうで、今回ランプはその通信生の方を受け入れる有料の自習室ということで利用いただける形になります。本来なら1万5000円近くかかるところを CPA 会計学院さんの定期価格として月額9500円で利用することができます。普通に利用いただくよりもちょっとお得になっているかと思います。これの何がいいかっていうと、ただ通信講座を受けるだけっていうのっていう風になると、どうしてもお家で勉強とか限られたスペースでもう一人集中って感じになるんですけど、こちらに受講生がたくさん集まることで仲間ができて刺激をし合って頑張れる、そんないいメリットがあります。あとはですね、電卓の音って結構カチカチ鳴るじゃないですか。他に公認会計士の勉強してきたものから聞いたんですけれど、カフェとかで電卓を打つ音って結構大きいから目立つ、気にしてしまうっていうところがあるそうなんですよ。だけれどこちらもいいですよ、ウェルカム、勉強してくださいっていうスペースになるので、もう気兼ねなく電卓を叩きまくってください。気になる方はランプに問い合わせをしていただいて利用開始となります。先日お伝えしたんですけれど、このランプの3階ですね、上の階に梅田公認会計士税理士事務所も移転してきますので、公認会計士が身近にいるそんな環境でタイミング良ければお話を聞いたりとか、いい刺激になるんではないでしょうか。こちらの有料実習室、全国のコワーキングスペースで提携されています。今ホームページで見ると福井県で利用できる、提携されている有料実習室はないんですけれど、今回ランプが初めてですね。他の都道府県にもワーキングスペースや有料の自習室など利用できるところありますので、公認会計士の勉強をしたい、 CPA 会計学院さんを通して仲間と共に勉強したい、そういった方は資料を1回目に通してみてはいかがでしょうか。まず一歩踏み出すところから始めましょう。ということで CPA 会計学院さんとの業務提携のお話でした。